おっぱい触らせてもらってもいいですか？は？合コンよりも楽しいもの、イケメンよりも見たいもの、それは褒め。お疲れ様です。ちょっと誰？恐竜って美味しいんですかね。褒め好き女子の前に現れたのは帰国子女の恐竜オタク。いい褒め。はい、あなたの褒め見せてよ。興味あるの？俺に指図するな。ガキは向こうへ行ってろ。Shun's my boyfriend。 あやめと椿が別れたら嬉しいと思ってるだろ。 Yes。 俺も気持ちは同じだ。あなたに Shun は渡さないわ。そっちじゃねえ。離れてもらってもいいですか？あの約束叶えてほしいの。はぁ？間違えました、すいません。間違えてねえよ。何してるんですか？ちょっぴり変な年下男子との研究室ラブコメディ。全然わかんない。女の人の気持ちが全然わからないです。本物の関係ならきっとまたうまくいくよ。時間が二人を育ててくれるはずさ。この化石みたいにね。あやめくんののんびり肉食日誌。